なんかあんたの顔見たら仕事の悩みも吹っ飛んだ。ありがとな。ハッピーエンドのさらにその先、見てみたいと思わないか。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回お送りするのはマキケイタ本編ストーリーの中でもこちら、画面一番下の項目、第2章甘い夜、あらすじから見ていきましょう。好きになってくれて諦めないでくれてありがとう。手繰り寄せ合った恋人としての関係、二人らしい笑顔と優しさが溢れる時間を過ごしていくうちに自然とやってきたお泊まりの日、背伸びも無理もしすぎない本当に心地よいあなたと彼の距離とは。付き合うことをゴールにしちゃうとね、なかなかその先が続かないとはよく言いますが、彼と結ばれたその先はどうなっていくのでしょうか。ご覧ください。どうぞ。見えない線を越えた先にあったものは何気なくて特別な毎日だった。そんな導入から始まっていきます。それでありがとうって仕上がった書類受け取ろうとした関さんが手を差し出したら、ゆいさんがやめてください、お礼なんて言われるようなことはしていませんって握手もしかしてゆいさん何も終わってなかったのか。当たり。ん？どういうこと？つまり関さんが資料を求めて差し出した手に対して、資料作成できていないゆいさんが握手で応じたすれ違いの話ってこと？最近いつも駅の改札を出たところでかける電話、今日も話は尽きないままあっという間に家へと着いてしまった。まあ、これセキュリティ上もね大切ですよね。女の子が夜道を歩くってなると電話しながらの方が安全ですからね。ただいま。おかえり。やっぱり何回聞いてもいいな。ただいまに帰ってくるおかえり。もう珍しくもなくなった電話越しの挨拶に、けれど口元が緩む。なんとなくもう一度言ったただいまに、マキ君がまた笑った。付き合いたての微笑ましい感じだね。はぁ、今日も無事に一日が終わった。気が抜ける。仕事まだしばらく忙しそうなのかかなと思ってたんだけど、実は今日ちょっと進展があってね。うまくすれば数日中に一段落しそうで。あ、そうだマキ君。あ、もしそうなったら来週は週末とくっつけて有給取って3連休にしていいって言ってもらえてるんだけど、マキ君の方仕事どう？来週末か。もし落ち着いていたらチラッとでも会えたらなと思って。あ、でも全然無理はしないで。わかってる。無理してあってもクソガキはこっちのことばっかり気にするから。そう苦笑した声がスケジュールを確認しているのか少しだけ遠くなる。画面を指先でつつく鈍い音が何度か聞こえた後、ややあってマキ君が再び愚痴を開いた。どうなっていくんでしょう。もし大丈夫だったら再来週でもいいか。そこなら多分俺も連休取れる。本当？来週も夜なら少し開けられそうなんだけど。いや、マキ君もしっかり休みの日の方が絶対いいよ。聞けるタイミングで関さんに確認してみるね。お互いこの辺がね、遠慮せずに本音を言い合えるようになったのがいい関係性に発展してる感がありますよね。何事も明日以降の捜査の進み次第なんだけど。それこそ無理しないでいい。了解。でも取れるといいな。お互い連休だったら何するにしてもゆっくりできるよね。体力的にきつくなかったらちょっと遠出になってもいいか。遠出？何かプランがあるんですかね。那須の方に子供の頃よく泊まりに行ってた小さいコテージがあるんだけど、個人的に思いっきり地元ですねこの間実家帰った時にもう全然使ってないし売ることになったって話してて。ああ、そうなんだ。地元へようこその展開になっていくかな。その前にもう一回ぐらい行けたらと思ってたとこだったから。
嘘書きが良ければだけど。それはぜひ行かないと。私は嬉しいけど、むしろお邪魔しちゃっていいの？一人で行くとこじゃないから、付き合ってもらえると助かる。じゃあぜひ。旅行久しぶりだな、楽しみ。ん？何も考えずにウキウキと返事をした後にはたと気づく。連休を使って行く旅行、子供の頃マキ君がよく泊まりに行っていた場所。あれ？これってただ思い出の場所に行くってだけじゃなくて泊まりが意識しちゃうね。クソガキ？あ、ごめん。ゆっくりしよう、ゆっくりね。なんだよ。いや、別に。ただ、日帰りじゃない遠で初めてだなーって思っただけ。さりげなく言おうとしたのに 100% 裏目に出た。一応言っとくけど、あれだからね。嫌とかではなくて、確認しただけ。マキ君が良ければ、泊まりで、ぜひ泊まりたい。いや、ごめん。今のもちょっと違ったな。ずっとこっちが喋ってるね。ちょっと待って、そんな笑う？本当にあんたはそういうとこだよな。どういうとこ？日帰りじゃないとこで断るなら今だけど、いいのか？断る理由がないので、ぜひ。じゃあ土日両方開けといて。了解です。なんで敬語なんだよ。それからしばらく私が何を言ってもマキ君は笑いっぱなしで、急に変な距離感になっちゃったからね。ようやく落ち着いたところで今日一番柔らかい声で言った。楽しみにしてる。うん、私も。お互い仕事頑張ろうね。モチベーションになってくね。あ、それじゃそろそろ。そうだね、遅くまでありがとう。おやすみ。おやすみなさい。切りがたい通話をゆっくりと切って、途中から置きっぱなしになっていたビールを手に取った。冷えたビールじゃなさそうだけどね、長電話の後だと。日帰りじゃない旅行。まあ休めたらだけどね。ほぼ無意識にこぼした独り言に勝手に気まずくなりながら立ち上がる。余計なそわつきを振り払うようにぐっとビールを煽ったけれど、その苦味の奥にほんの少しミルクアイスの味が蘇った。誰に知られたわけでもないのに、恥ずかしくてたまらなくって、小さくうめいた。仕事、頑張ろ。あと数日で必ず終わらせる。青山さんの言葉に偽りはなく、それから数日後、長らく追っていた案件は、無事に一件落着の日を迎えた。よかったね。約束の連休も希望通り確保できることが決まり、安心したような、また少しそわついたような複雑な気持ちで。旅行一週間前、私は小町さんの家を訪れていた。まあもともと3連休取れそうなぐらいの日取りでしたもんね。それは、つまり、お泊まりデートですわね。お！随分と前に約束して以来、私の仕事の都合で伸びに伸びていたお茶会。小町さんらしい可愛いお部屋で優雅にティータイムを楽しんでいたのだけれど、まあ、すっかり仲いいお友達になりましたよね、小町さんね。もともとはマキ君のストーカーでしたけれども、今となってはヒロインとマキ君の関係性を一番に応援してくれる立場になりました。お泊まりデートって。小町さん、はしたないですよ。着席して瞳孔を閉じてください。瞳孔開いてたんだ。田中森は黙っていらっしゃい。それで、ご旅行はどちらまで行かれますの？ちなみに、小町さんは後々の聖地巡礼のために場所をお知りになりたいのでしょうが、普通の方はそういった発想はないかと思いますので、日頃の行いも誤って、ストーキングを目的とした質問に聞こえますが、よろしいのですか？今日も饒舌ですね。お黙りなさいったら。相変わらず仲いいな。義継と呼び合う関係性になってるんですかね、田中森さんとは。私とマキ君が最近はお互いに忙しくてしばらく顔を合わせていないことを聞くなり、なぜかとても心配そうな顔をした小町さん。そこでつい顔を見ていないだけで連絡は取り合っているし、来週には旅行にまで行ったところで、
私の言葉は小町さんの盛大な歓談に遮られたのだった。それにしてもお泊まりデート、まあそうか、そういう言い方もある。まあ初夜を迎えるってことですね。まあとにかくそういうことなら安心しましたわ。安心？あのブレスレットをつけていらっしゃらない上にしばらく顔を合わせていないなんておっしゃるから。え？よもや二人の間に何かあったのではなんて心配になってしまって。キユーもキユーでしたわね。キユーは取り越し苦労ね。あのブレスレットって？もちろんケイタさんがユイさんに送られたあのブレスレットですわ。あのブレスレット、ごく当然のように言われた一言にほとんど反射的にふっと自分の手首に視線を落として、久しぶりにあの華奢な鎖の擦れる音を思い出す。ああ、あれですよね。あえてつけていないというわけではないのでご心配なく。ん？私のよくわからない曖昧な返事に機嫌そうな顔をする小町さん。どうごまかそうかと考えて数秒、すぐに嘘が嫌いときっぱり言い切った小町さんのことを思い出す。変に隠すよりさらっと流した方がいいか。実はいろいろあってもう手元になくて。え、それは？小町さん、お茶のおかわりはいかがいたしますか？絶妙の間合いで田中森さんが小町さんの名前を呼ぶ。気使ってくれたんだね。そこで一つ息をした小町さんはそうねとうなずいた。ゆいさんももう少し召し上がる？じゃあいただいていいですか？もちろんです。本当に困った人で申し訳ございません。田中森さん、聞こえているのよ。これは大変失礼いたしました。言っておきますけど、田中森が余計なことをしなくたって私だって尋ねていいことといけないことくらいわかりますわ。いや本当に気にしないでください。そうやって思ったことを全部口に出してしまうからお友達ができないのでは？皮肉。もちろん私は小町さんのそういう愚かなほど正直なところもお可愛らしくて素敵だと思っておりますよ。物好きなもので。またそうやってバカにして、だんだんいい感じになってくんでしょうねこの二人もね。小町さんはいつもお付き合いなんて絶対にありえないって言ってるけど、恋人っていう形じゃないとしてもやっぱり素敵な二人だな。まあそんな話はさておき、クソガキ様、そろそろ例のものご用意してよろしいでしょうか？そうですね、お願いします。例のもの？あ、お待ちになって、まだ来たばかりですし、送りの車でしたらまだ少し早いのでは？ピャー！なんですの？クラッカー？小町さん、お誕生日おめでとうございます。サプライズ。すいません、昔いたマジシャンのセロさんみたいなツッコミしちゃった。サプライズね。ごめんね、伝わりづらい例え方だったね。扉の外に用意されていたワゴン、その上に乗ったケーキに小町さんの目が丸くなる。どうして？先月お誕生日だったってこの間田中森さんにお聞きして。いつの間に？そういうわけでちょっと遅ればせながらのお祝いなんですけど、これよかったら使ってください。え？私が差し出したプレゼントを信じられないという顔で受け取った小町さん。パグ柄のスマホケースなんです。 LINE のアイコンがパグなのでお好きなのかなと思って。気が利くね。パグは大好きですわ、とっても愛らしいので。本当ですか？よかったです。小町さん、泣いていませんわ。ただお友達にお誕生日のお祝いをしていただくのは初めてのことですから、嬉しくて。小町さん、こんなに喜んでくれるとあげた甲斐がありますね。ありがとうございます、大切にしますわ。それから、ん？
ゆいさんのお誕生日には必ずお祝いさせてくださいね。6月11日、新垣ゆいさんと同じ日にしてあります。はい、ぜひ。まあ、今更見慣れちゃったけど、クソガキゆいってディスってませんからね。リスペクトですからね。そう、6月11日、ちゃんと覚えております。小町さん、喜んでくれてよかったな。なんだか、ちょっとこっちまで感動してしまった。帰りの電車に揺られながら、今日のことを思い返していると、ふと、またブレスレットのことが頭をかすめた。忘れていたもんね。そういえば、というか、当たり前なのかもしれないけど、あのブレスレットの話って、一度もしてないな。返したものをマキ君が受け取った。あれについては一旦それでことが済んでいる。その後処分していようが何だろうが、マキ君の自由だと思うし、どうなったかを私が知る必要もないと思う。けれどそこまで考えたところで、いつかの飲み会で菅野君が言っていた。目に入るたびにきついレベルだったら捨てるかも、という言葉がなぜかふっと蘇った。よく思い出したね、このタイミングで。確かに返した時のことは積極的に思い出したくない。でも、まあ一度別れ話のような感じでしたからね。うん、このね、7個中5個に絞り込んで、さらにマキ君に選んでもらうシーンがありました。だからって、あのブレスレットの全部がもう二度と触れたくない思い出みたいな扱いになるのは、考えてみたら、ちょっとあれだな。あれとは何か、と言われてもうまく説明はできないけれど、まあ、あの瞬間は確かに嬉しかったわけですからね。今日の小町さんと同じで、本当にあのプレゼントは嬉しかったから。今更蒸し返す話じゃないにしても、私がそういう風に思ってるってことくらいは、いつか機会があったら伝えてもいいかな。そんなことを考えながら、窓の外を流れていく夕暮れをぼんやりと見つめたのだった。旅行当日の朝、目覚めると窓の外は雨だった。言ってしまえばあいにくの天気なのだけれど、まあこればっかりは仕方ないよね。今回はあちこち歩いて回る予定もないし、悪路になるほどの大雨でもないから特に問題ないというか、むしろ雨の日のドライブってこれはこれでいいよね。ポジティブに捉えてくれるんだね。まあでも確かにサービスエリアとかだけ寄るだけでもね、楽しかったりするよね、こういう長距離ドライブってね。なんだ急に。あは、いや、ふと思って、なんかこのこもってる感じが好きで。でも運転する側は晴れてるに越したことないか。夜じゃないだけマシじゃないかな。まあどうでしょう、マキ君がどう思うかはわかんないけどね。俺はそうでもない。こもってる感じがいいっていうのもなんとなくわかる。まあ今日は夜までに上がればいいと思ってるけど。夜？変わってなければ星が結構見えるところだから、まあなすなんもないもんね。まあだからこそね、夜空が綺麗に見えるってのあるかもしんないけどね。あ、そうなんだ。クソガキは星より酒かもしれないけど、いやいや、私だって綺麗な景色も好きだよ。景色もだけど、ちなみに今日酒屋さんおすすめのカルバロス持ってきたからね。マキ兄弟二人ともお好きなリンゴの蒸留酒だよね。ここで酒の話かぶせてくるのか。でも飲むでしょ。飲む。お酒ね、好きなのにいつも運転役買ってくれてね。こういうところもマキ君優しいなって思いますよね。あはは。あ、そうだ、持ってきたといえばこれ開けるの忘れてた。お、新発売のペッキー、リッチミルク味。まあ、マキ君にとっては庶民の味かもしんないけどね。そんなの出ていたのか。私も昨日初めて買ったんだよね。食べる？もらう。私が口元に差し出したお菓子をマキ君がパクリと受け取る。むぐむぐと咀嚼し始めてすぐに少し瞳が丸くなった。あ、うまいな。やっぱり？うん、よかった。言う前に顔に出てた。気に入ってもらえたのが嬉しくて、ポイポイと差し出していると、
4本目あたりでマキ君がちらっとこっちを見た。ゴソガキの分なくなる。もう一箱買ってあるから大丈夫。絶対これマキ君好きだと思ったんだよね。ならちょっと箱こっちに貸して。あ、自分で取るそう。どうぞ。本当に気に入ったんだな。微笑ましく思いながら言われた通り、マキ君の膝にペッキーの箱を置くと、器用に片手で出したペッキーが私の方に向けられた。運転中ですよ。あ、え？二箱買ったってことはこれクソガキも好きなんだろ。ああ、うん。二箱目も半分もらうから。前を向いたまま笑うマキ君の横顔に顔を覆うことしかできない。だからもうマキ君はね、予告もなしにそういうことしないでって。大変なことになるから。ならないだろ、早く取れ。毎回なってるでしょ。顔よりも少し低い位置に差し出されたペッキーをどうもらうかほんの少しだけ迷って、普通に手で受け取った。安全運転でね、危ないからね。まあ事故とか起こしちゃったらこの旅行台無しになっちゃうからね。まあ無事に到着することを祈りましょう。私この一泊二日で何回埋めくことになるんだろうな。楽しい旅行の始まりです。わあ、思ってた以上に変わってないな。吹き抜けの天井で回るシーリングの音が静かに響いている。この天気でも薄暗さをあまり感じない広々としたリビングは、何年も使われていないとは思えないほど隅々まで綺麗で、メンテナンスされてるんですかね。けれどどこからともなく懐かしいような温かいような思い出の気配が漂っていた。というか薄々そんな予感はしていたけど、やっぱり全然小さいコテージじゃなかったな。シルバニアファミリーの森の中の素敵なお家って感じ。お庭も広い。ん？カーテンを開けたマキ君がそのまま何かを見ているような気がして視線を追うと、ブランコだ。ああ。大きな木に寄り添うようにして佇む木製のブランコ。昔からあるやつ、来るたびに兄貴と交代でずっと乗ってた。そうなんだ、いいな。雨上がったら乗ってみれば。え、大人も乗って大丈夫なタイプなんだ。一応後でちゃんと状態確認するけど、大丈夫なように作られてる。ここだけの話なんだけど、実は私ブランコにはちょっと自信あるんだよね。雑技団的な。なんかサーカスレベルを想像したよね、ブランコ得意ってね。どういうことだよ。まあまあ、大人も乗れるならマキ君も乗ろうよ。考えとく。俺はブランコに自信ないから。まあ大人になって改めて乗ると楽しかったりするよね。そう笑いながらキッチンはこっちだと案内してくれるマキ君。後についてリビングを出る前にもう一度だけ窓の方を振り返る。思い出のブランコか。雨上がるといいな。と、まだまだこれからお泊まり旅行が楽しくなっていくところかと思いますが、今回はここまでにしておきましょう。これから夜を迎えると思うとゾクゾクしてきますね。ここまで見守ってきたカップルが地元に来てくれていると思うと、個人的にも思い入れが深くなっていきますが、そんな様子も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解いていく形で乙女ゲーム実況をさせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。